ピンポンパンポーン先週は諸事情により放送をお休みしてしまいました楽しみにしていてくれた皆さんごめんなさいまた今週から元気にやっていくので。 よろしくお願いしますでも !iPad いじってないでさ始まったんだから iPad いじってないでさちゃんとお前ちゃんとしっかり謝れよでも誰が悪かったのだって俺が悪かったみたいになってるけど <laughs> まあ誰が悪いとかやめようよそういういいじゃあ二人の責任ねそうだ俺が悪かったね64ね64じゃうんどっちが 6?4 個 <laughs> なんでってなわけで<せ>はい皆さん本当にすみません、はい、っていうかあのー、はいはい やっぱ聞いてくれる人いるんだなと思ったね。思った？そうだよ。そうなんか寂しいですとかさ、言ってくれたりとかさ。メール来たの？うん。メールっていうかあのいろいろとね。ああ、でね。そう。言ってくれたりして。ね、だから俺たちも気合い入れて頑張ったよ。頑張ったよ。俺たちも頑張ってよって。投げやり風だけど。そう、腰腰痛めちゃってね。誰が？俺が。嘘。うん。やっぱり。 やっぱりそういやほんと先週の1週間はずっと寝てたよ俺家で家でねブヨの攻撃からさ始まってあれなんで急に飛ぶの何があそっかブヨの攻撃明けで腰痛くなったそうそうあの奥多摩のブヨに刺されて足10か所ぐらい刺されて思いっきり腫れて両足立てなくなってでそれ二3日ゴロゴロしてたらおし うん、起き上がろうと思って起き上がって、うん、<laughs> そしたらあ、うん、腰痛ってなっちゃってびっくり腰だまあ、ね、多分しちゃけどね、うん、でもなんでだろう俺一回しもブを刺されてないんだよねだからなんかあんじゃんやっぱ俺すげえ刺されやすいじゃんうん毎年だもんね、うん、あのかけたあれちゃんと発火水かけたよびしょびしょになるぐらいかけたよ発火水はすしでやっぱ聞いたんだよ いや俺だってびしょびしょに塗るぐらいかけたっつって言ってんじゃん、うん、分かった分かったごめんごめん、うん、じゃあ俺さあのーうん、コンビニの店員やりたいから4個お客さんやって、うん、いいよいいよいいよ突然ねガラ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  <laughs>、まあ、家かガラ<や>ガラガラ家かいきなりピンポーンはい違う違うインターホンじゃなくてさ <laughs> ドア開くとなんかピンポンって言うじゃんちょっと集中しろよなんかなんで集中 いいよもういいよそれいいのこれはさじゃ今度俺台本考えておいてやろうよ次はコントコントコントの時間漫才っていうのわかんない漫談漫談ねじゃあ漫談っていう詞作ろうぜいいようんオッケー絶対超面白いじゃ漫談クラッシュしようよどうやってどっちがあそうないか言っ俺の考えたのと さんの考えたのどっちが面白んかその場で即興でやってくやつじゃなくてねでまあ、先週はビッグウェーブ行ってきましたね行ってきたね毎年呼んでもらってますけど、うん、あのー、なんか今年ふつ、まあ、うちは初日だったんだけど 2>,、うん、2日目 1, 1万人超えてたみたい <laughs> た待って、ま、待って 1>, <laughs> 1万人って緊張したい 1万人超えたのって言ってえあそれ両両日合わせ,合わせてかうんにしてもすごくねすごいよだからや, <laughs> やっぱりあの,ー、無,料の,の無料っていうのは聞いたのかな <laughs> そうだけどでもそうだけど無料でやっぱりあのイベント打ってくれてるってことはやっぱりさ、うん マイナスになることもあればもちろんプラスになることもあるし俺たちを初めて見てくれた人も多分いると思うんだでそういう人たちがそうが次につながってもらえればいいなと思うよねクラブとか来てもらったりはいありがとうございますいいよで僕たちは茨城から土曜日そのまま移動したわけですよ浜松浜松ね2回目そう2月呼んでもらってうん 今回はあのスパイシーチョコレートさんと一緒にボンボグライン浜松でいやなんか面白かったな面白かったねさすが勝之さんの、うん、もう東京のバイブスをそのまま浜松に持ってって、うん、ヘネシー持ち込んで、うん、飲んだヘネシーヘネシーって何ヘネシーウイスキーのボトルをそのまま持ち込んで、うん、もうあ飲め飲め飲めっつって,ってもういっぱい飲ましてもらってああ多分俺その頃外でう,うなだれてたわ <laughs> うなだれてた 腰痛って,って <laughs> もうすごいコップいっぱいについてもらって、うん、いやお祭りですであのダンサーもシャインくんとかクロスカラーダンサーズが東京から来てねすごいねやっぱね一体感があってねうんなんとしてでもこうっやっぱね4、うん、コンと俺でね、うんうん、頑張って踊りましょうやりたいよね踊りましょうやりたいね今度 <laughs> ね ダンス教室も開いていきたいっすねいやダンス教室は開かねえよ <laughs> なんでちょっとプロ目指しちゃったんだ <laughs> みたいな感じで踊れるのこの2人ぐらいのうんうんやっていきたいよねいきたいな、うん、そして今週末は、えー、高橋るーさんの師匠であるプリティランクスさんのダンスにそうガラムだよガラムです19日日曜日はそうそう新築ガラムにてねもうガラムなんてさ俺もう、はい 言っていいのかわかんないけどさまだまだ19の頃だよ二千年の頃もうなんか先輩たちがやってるんだよガラムでそこにちょっと遊び行ってそれでもう先輩たちだからさもう喋る人もあんまりいなく一人で行ったんだ全くそうそう一人で行ったそれでもうずっと座ってたらカマルがカマルで店長がいるんだけどねガラムのそうそう その人が話しかけてくれて、でそこから結構仲良しになった今もその人いるの？いるいる。うん。でね箱自体はね結構狭いんだ。多分三十人も入ったら結構もうパンパンぐらいか。この部屋ぐなの？そうそうもうちょっと広いよ。この部屋って言ってもみんなじゃ通じないかなこれラジオ。だからねもう至近距離からの。 このライブ感さらに臨場感触れるまあ本当にねあのステージもないと思うんだブースで歌うブースの中にも入れない入れないそうだからブースの外なんだけどブースの前に立ってそうそうそうもうお客さんと同じ目線でうんけど昔俺たちそんなとこからやってたからねだからまたなんつうのなんとか回帰うんね減点回帰ってのはどういう意味 い,やいいと思うよ初心に帰るっていう意味だと思う合ってる、うん、そうそうてる。今週はそれで頑張ってこうよ頑張っていきましょう今週さ先週休んだからさ 2>,、うん、2回分撮る <laughs> 30分とかにする30分まあ話すことがあればね,ればね4個だって、うん、あの普通のことをダラダラしゃべる癖があるから4個だってそれが <laughs> ラジオじゃんじゃあ俺さあの居酒屋の店やるから四個あのお客さんやってはいすいませんあの二人できたんですけどいねえじゃん相手が何が一人じゃん無理すんなよだって演技じゃんなかんないるていにしてくれよはいあ二人ですはいはいじゃあお席用意しますんではい少々お待ちくださいはい待ってますこしょうしょうしょお待ちください でも,ったもしもーしはいはいうん大丈夫だよ、うん、うんうんうん <laughs> なんでなんでぶっ壊れた <laughs> 一気に壊れてうわ <laughs> 結構やっちゃったねやってるね今持ってきたんだけどちょっとね三十分ぐらいかかるってなってちょっとかかりそうだからはい キャラうん、うん、だから多分ねもしかしたら30分から1時間ぐらい遅れちゃうかもしれないからオッケーオッケーあのー、うん、えでも今日オリジナルでいいらしいからささっきちょっと来くんねあれ何のオッケー人間語学、あの人間合格あーオッケーオッケーうんよろしくはいはいじゃあね <laughs> ちょっとスペシャルゲストが乱入してきましてね初登場リーダーのループまあ本人は登場したことに気付いてないんですけどねなんか自転車壊れちゃったとかと取られちゃったとか取られちゃったの言われてたからね自転車嫌だよね嫌だじゃあそうやってあいじったりする人ね人の自転車をねよくさ昔あのハブステップハブハブステこういうやつって言っても分かんねえラジオ 見えないのみんなは。あの後輪につけてこう立てるようにするやつね。人乗りするようにね。そうそう。それとかさよくパクられたりしてたよね。してたパクってたでしょどうせ。知してね知ってねし。あとあのハンドルグイってやられたりとかね。グイってやらる。こうこうやってね。そうそうそう。分かんねえラジオ。ラジオだし。おまけな。うん。そうなんもう自転車本当にでもいたずらするよねみんな。ね。 いたずらしが,いがあるよね <laughs> だって俺のチャリなんてさあの中学校の時だよああああ中学校の時にあのうちマンションですげえいっぱいなんか下に自転車が溜まってんのねそれで俺と隣と隣ぐらいの3台ぐらいのあのハンドルのところにコンドームつけられてたもん。 まだ白いの出てなかったら行ってないってこと。<laughs> ねねハンドル行ってない。<laughs> そんな話してねえよ。ハンドルは行ってなかった。生ギリギリ生。ねいやでも俺は別にそんな自転車に対して、ね。四個四個が自転車乗るイメージないんだけどでしょ？うん何四個のさ<な>あの交通手段って何？何ができる？え自転車乗れるよ。ちゃんと乗れるよ。地元では結構。徒歩は？徒歩もあるよ。もちろんあるけど。歩き二速方向。直立二速方向で。<laughs> バイクはバイクは乗れない免許持ってない原付きしかないえどういうこと原付きしかないってどういうことえっだから原付きバイクなのお前原付きをバイクと呼ばないなんてお前原付きでしょ原付きはバイクだろバイクはこうなんかもっとでこっきいやつああ出たお前敵に回すぜ誰を原付きの会原付きの会の人たちようんいやでも俺はそうやってクリアしてもらうよ今日はえであそっかで車乗れて 車だってオートマでしょオートマ限定だよもちろんだって安いんだもんオートマ限定のは二が2万円ぐらいさそんなもんだろそんなもんだろだってもうまあな4個の時代にはもうなかったよ四4個の時代っつっても2つしか変わんないよすげえ綺麗。そうかまあでも頑張るよ頑張るよっていうかまあでもえ持ってんのマニュアル免許マニュアルあるよ だけどマニュアルあるって言ってももう運転免許取ってもう半年ぐらいはなんかあの仕事でマニュアル使ってたの<タイ>けどもうそっから全然ずっと乗ってないねじゃあやっぱいらなかったうん、うん、いら今今考えたらいらないなと思うよかったじゃあも取らなくてうんわまあちょっとあのー、あれしてきたんでそろそろタイトルコールの方オッケー行っちゃいましょう <noise> シストダンコのダンバャーンシ喋ベまシょン <music> ちょっとはいはいはいちょっと話しすぎたよ。 前半うんそうやっぱ久しぶりってやっぱテンション上がるね1、ね、週間ぶりだとね,ねやっぱ話すことこもいっぱいあったからいっぱいあるねテンション上がる、うん、じゃあ今日は拡大版でいっちゃいますか、うん、そうだね先,先月先週あのみんなにがっかりな思いさせてもらったら、ねうん、そうだね今週だってなんだっけ今今月も今15日でしょ15あと1今何見てんの今 iPadiPad で見てる今15あと2回 二週だよあと二週後俺の誕生日だからあと二週後俺の誕生日だからねあなに、何,何今何の話誕生日なの話そうああちょうどでも15日後に誕生日なんだねうん何歳になるんですか28い,やいよいよだよいよいよもう迫ってきましたねうん30歳の30歳のあの階段が階段がねいやーけど大人だよ30歳になったらえ,え ちょっとンコンさなんかツイッターツイッターやりすぎじゃねメールが来たんだよ最近俺ツイッター始めましたあおめでとうはいなんていうアカウントは SHI 今 SHI やってさ4分全然わかんないよわかんないけどだけどあのンコンのところからでも探してくださっれるいやツイッターってさなんかこれほんとに面白いよね あ、ういや面白いよ面白いけどね、うん、なんか怖いやっぱり <laughs> 俺このままツイッターの世界にはまいこんじゃうんじゃないかって危険性あるよねるるしかも iPad を見やすいからさ iPad 自慢がしたかっただけじゃねえかよ<笑><笑>じゃあ俺 iPad やるからさ4個 iPhone やってね、うん、分かったあっこっちから <laughs> 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 いや今日も冴えてるねやっぱりね 久しぶりって怖いね,いいね怖いね、うん、何でもできちゃう気がするあじゃあせっかくだからさ、うん、なんか最近来たメールないの最近来たメールあるある,ある、うん、iPad ちょっと iPad ポチッとなおあはあーすごいちょっと待って、ね、こちらアカウントをちょっと変えるか Gmail で、はい、ポチッとな、うん、もう今日は拡大版だからもうほとんど,ど読んじゃうよはい、はい